今日の朝ごはんは、スクランブルエッグとパンケーキにしました。いただきます。おはようございます。今日は10月の、5日。電池がなくなりそうだ。昨日髪の毛をちょっと染めたので若干黒くなりましたね。今日はもちくんを爪切りにこれからちょっと連れて、行ってこようと思います。着きました。帰ってきました。ご褒美のおやつでございます。はいよ。はい、ということでお昼なので、今日のお昼はこの間買ってきたサラダと、あとこれがね、クロワッサンが冷凍庫に残ってたので一緒に食べようと思います。いただきます。今日はね、いろいろちょっと調べ物をしてて、この間のコメント、この間の動画のコメントに皆さんから結構何人かの方から、私テキサス住んでますって言ってくれて、でこういうところとこういうところおすすめですよって言ってくださった方が結構ねたくさんいらっしゃったので、今ちょっとここにメモしておきました。ジャーナルにね、一応これ持っていこうと思うので、携帯の方でもメモっていうか Google マップで星つけておこうかなと思うんだけど、オフラインのところでも分かるようにね、一応ちゃんと書いておきました。まあいけるかどうかまだちょっと分からないけど、全部ねルート内にあって行けそうだったら行きたいなと思うんだけど、ちょっと予定も若干キツキツというか、そんななんかね、1週間とか滞在してブラブラできますっていう感じではないから、もしかしたらいけないかもしれないんだけど、ちょっと何個か行きたいところもちょっとね、いろいろ検索してどういう感じなんだろうって見て行きたい感じのところもあるので、まあ、行けたらいいなと思っております。ちょっとお家がそういうことになってるんですけど、こことかめちゃめちゃ汚いんだけど、先生は作業してたみたいでまだ片付いてないけど、持ってく車の中に入れるこのね、瓶っていうの、このボックスを今ちょっと仕分けして、一応空にしてたからもう一回詰め直したって感じなんだけど、まあ、この辺ちょっとツールとか、まあ、トイレットペーパーとか、あともちくんのエサのやつとか、あとこれは下にタオルの下にもちくんのご飯とあとおやつとかそういうのが入ってて、でこれからちょっとお店行ってインスタントのやつを少し買ってこようかなと思ってるので、とりあえずコーヒーだけ入れました。コーヒーね、一番大事なので。あとこっちは何かな、キッチン関係かな、プレート何枚かと、プレートもちょっと入れた方がいいね、あとまあワイプとか、あとコーヒーのやつとか、これフライパン、あとカップも入ってますね。でね、ここの中は何だったっけあ、ガスコンロとなんか調理器具と、あとまあライトとか、あとはガスと、あと袋の中はユーテンシル系が入ってますね。箸とか、まあ、使い捨て系の箸とか、盛り箸、あとプラスチックのスプーンとか、そういうのが入っております。こんな感じでとりあえずはできたかなと思うんだけど、なんか忘れ物がありそうで怖いけど、まあでもスーパーとかも普通に行けるからね。1日目と2日目は車中泊の予定だから、まあその分ぐらいかな。あとは帰りまでは多分車中泊ないと思うので、そんなになんか今回はね車中泊メインじゃないから、まあ、ホテルにも泊まるし、Airbnb とかにも泊まるので、まあ普通にお店も行けるから大丈夫だと思います。ちょっと早いんですけど、今日の夕ご飯を作りましたってことでもないけど、今日は冷凍食品でね、このスイート&サワーチキンにしました。ということで結構美味しそうだね。いただきます。はい、ということでご飯も食べ終わりましたので、これからちょっとお店に買い出しに行ってきます。ターゲットまで来ました。なんか金曜日だからかちょっと混んでそうですけど、行ってきます。のドライシャンプーのちっちゃいサイズのを探してるんだけど、ターゲットに売ってないかもしれない。フォルマートであったんだけどね、大きいのしかないから大きいのですかね。あとはこの間も買ったこれね、めちゃめちゃ美味しいので、このソルテッドキャラメルと、また2個で6ドルだから。この間はハニーマスタードオニオン買ったんだけど、オニオンがかなり強かったので、どうしよっかな、ハラペーニョかチェダーチーズも美味しそうだな。ハラペーニョにしようかな今回は。かわいいワンちゃんのハロウィンのおもちゃめっちゃ出てるね。あ、かわいいねこれとか、なんかドラキュラとかもあるし、なんかハリーポッターセクションなんだけど、見て、ハリーポッターのメガネ売ってる。しかもなんかちゃんとしたメガネだし、
あれかな、ハロウィン用なのかな。スーも売ってる、すごいね。かわいい。このポップソケットは結構地味にかわいい。今年はハロウィンのデコレーションはこのね、ロードトリップがあるのでできずじまいで、今年こそはなんかちょっとやりたいなと思ってたんだけど、このねロードトリップが決まっちゃったので、まあしょうがないっちゃしょうがないんだけど、その代わりすごいクリスマスが楽しみなので、多分もうすぐうちらこっちに帰ってきたら、ロードトリップから帰ってきたらもうクリスマスいっぱい出てると思うので、めちゃめちゃ楽しみです。久々にターゲットのデコレーション系のとこ見た気がするけど、あ、そうそうそう、テキサスでね、ここのこのマグノリアっていうウェイコっていう町にこの夫婦のお店があって、そこにも行く予定なんです。このねフィックスアッパーっていう HGTV っていうあのインテリア系の番組があるんだけど、それで有名になったカップルのシリーズが今ターゲットに売ってて、そこの本物のお店がねテキサスにあるので、そこもすごい行くのちょっと楽しみなんですよね。お菓子関係はスーパーの方が安いので、スーパーもはしごしに来ました。今日はこのスキン&ゴーっていうやつでお会計してみようと思います。なんか商品を選ぶたびにスキャンして、多分これで払えるのかな、わかんない、これで払えないのかな。でも払うときにこうピッと押せばもうすぐお会計できるってやつ。毎度のごとくラーメンを買ってきます。一番簡単だからね、油とかいらないし。はい、しよっかな。なんか面白い韓国のやつ、普通にカップヌードルにしようかな。チキンとビーフとシュリンプがあるんだけど、チキンかビーフか、醤油とかはないんだね。じゃあ普通にチキンにしようかな。このハーシーチキンにしようかな。ハーティーチキン、なんかあんま美味しくなさそうだ。じゃあシュリンプにしようかな。シュリンプを一つで、これでスキャンするんだって。スキャンしたらもうそのまま袋に入れちゃう。で最後お会計の時にわざわざあの商品を出さなくていいみたいな、そのままこのスキャナーを何かにスキャンするとそのままお会計できるのかな。すごい楽だね。エナジードリンクもたくさん、私も先生も2つずつスキャンしたので、あとでも普通の飲み物も欲しいよな。明日はちなみに7時間ちょいくらいのドライブになるので、めちゃめちゃ長いのでね、いっぱい用意していかないといけないんだけど、でも紅茶とかはなんかおしっこ行きたくなっちゃうからな、普通にゲータレードとかにしようかな。あさっての朝ごはんはシリアルのこういうカップを買っていこうと思うんですけど、これいいよね、1ドル25セントで1回分がこういう風に入ってるので楽だから。で牛乳はコンビニとかでも買えるから、とりあえず1個だけちっちゃいの買ってて、あとはコンビニで買おうかなと思ってるんだけど、結構意外に種類がありますね。どうしようかな。一番無難なのはこの辺だけど、オートミールは私はそんなに好きじゃないので普通にこれにしようかな。コーンフロスティ、フロステッドフレークス。あ、でもフルートループもあるな。たまには違うのにしてみようかな。ラッキーチャームスとか、マシュマロが、ちっちゃいマシュマロが入ってるやつ。はい、お家帰ってきました。買ってきたものをね紹介していきます。まずは紅茶とかやめてスパークリングウォーターにしました。ピッチの味でですね。あとなんかこのゼリー系のやつを2つ買ってきたんだけど、ミックスドフルーツのブラックチェリーのゼリーとオレンジのやつですね。はい、これはまあおやつだったりちょっと小腹が空いた時に食べようかなと思っております。あと飲み物が先生がパワーエイド買ってたのと、この辺も全部エナジードリンクです。私はこのモンスターのマンゴーロコってやつと、あとこのパイプラインラパンチっていうの可愛いので買ってみました。ちょっと美味しいかわかんないんだけど、もう一本レッドブルがあって、あとガムをねこれを買いました。アイスブレイカーズの緑のやつ。私スペアミントが基本好きなのでいつも緑を買います。あともちくんのこのカメルおやつと、あとこっち側は
シリアルが、まずさっき言ってたね、シリアルが明後日の分としあさっての朝の分、2日分買ってきました。チュリオと、ハニーパンチャーオーツと、ラッキーチャームスと、フルーティーペブルスっていうやつですね。はい。で、あとは明日の夕飯、明日の夕飯と、明後日の夕ご飯かなになると思うんだけど、のカップラーメンですね。まあ、本当に簡単にだけど、シュリンプ。これ、マルちゃんとこれ、日清のヌードルと、これ、マルちゃんのボールのチキンフレーバーと、あとこれも一個、シュリンプですね。先生、同じの2つ買ったんだね。はい。で、ミルクはね、このちっちゃいやつを2つ買ってきました。これで間に合うと思うので、あと甘いのをちょっと欲しいかなと思って、キャラメル。チューイーキャラメルズ。と、こっちはターゲットで買ってきたやつですね。いつもの先生のおやつのビーフジャーキーと、あともちくんのこのクッキー系のやつがなかったので、これ買ってきます。ちょっと詰め替えてね、何個か持っていこうと思うんだけど、あとさっきも見せた、プレッツェルね。これがめちゃめちゃ美味しいからね、このソルテッドキャラメル。なんか、しょっぱいのと甘いの両方、なんていうの？の両方取れるからっていうのかな、なんか満足できるんですよね、これだけで。はい。で、あとドライシャンプー、大きいのにしかなかったので大きいのにしました。今回はこのバティスティかな、ちょっとわかんないけど、のオリジナルのやつにしました。はい、こんな感じで購入品があるので、これはとりあえずちょっと、この辺はもうボックスにしまっちゃって、飲み物はとりあえずね、冷蔵庫に入れて冷やしておこうと思います。一通り荷造りも終わりました。まあ、スーツケースのはもう終わってるんだけど、一回開けて確認して、で、これは手持ちの荷物。いろいろね、もっとあったんだけど、なんとかコンパクトにまとめました。大丈夫だと思う。あとパソコンと充電器、うちパソコンの充電器まだ入れてないので、これに入れて、大丈夫かな、それで。あとね、このカメラも持っていくので、大丈夫でしょう。はい、まあそんな感じで、私のパッキングは一通り多分終わったと思うので、多分ね、ちょっと不安なんだけど、大丈夫かなとか思うけどね、まあそれは毎回のことだから、なんとも言えないんだけど、まあ足りないものがあったら、買えるものだったらね、全然いいけど、買えないもの、なんか例えばそのパソコンの充電器とかだと、まあ買えるっちゃ買えるけど、すごい高いから、売ってるとこもね、なかなか少ない。そういうのだけ忘れないようにして、まあ、あとはメガネとか、なんかそういうパーソナルなものはね、なかなか買えないので、まあ、そういうものだけちょっと注意して、でも大丈夫だと思うので、ちょっともう一回だけ確認してね。今先生ちなみにパッキングしてて、まだね全然してないので、なんか早めにやんないといけないけど、もちくんのやつもいろいろパッキング終わったので、まあ特に持ってくものはないから、もしくんのはカリフォルニア行くときはね、おもちゃとかいっぱい持ってくけど、今回はおもちゃで遊べるようなスペースもまあないから、そんなにおもちゃは持ってかないけど、その代わりまあおやつとかそういうのはなるべく切らないようにして、まあお店でね買えるかどうかもわかんないからね。はい、そんな感じです。で、今日はこのビログこれからちょっと編集して、もうアップロードしとこうと思って、それで公開を明日の夜の公開にしようと思って、明日っていうのも明日の夜多分電波がないところで泊まるので、明日はね普通に多分丸一日なかなかそういう電波の環境とか悪いと思うので、はい、なのでこのビログは上げて明日公開に設定しておこうと思います。はい、そんな感じで明日からね、何日かがちょっとまだわかんないけど、まあいろんなことをね、撮って、いろんなものを撮って、私たちの、自分たちの思い出にもなるんだけど、まあみんなにもいろいろシェアできたらなと思うので、楽しみですね。はい、そんな感じで今日のビログはこの辺で終わりにしようと思います。私のビログでお会いしましょう。バイバーイ。